おめでとうございます。角川がサイバー攻撃をされてニコニコ動画がダウンしました。ニコニコ動画を復活させるために用意したストーリーを公開します。シークレットストーリーをお楽しみください。最近、小石はポケモンに夢中だ。ポケモンバトルをするわけではないが、幻想郷にやってきたポケモンを捕まえて、触ったり、もふもふしたり、食べられたり、ポケモンと戯れている。そんなある日のことだった。お姉ちゃん、私 YouTuber になる、この 3DS で。一体、何をするの？ウゴメモを使ってルギアの捕食動画を作るの。捕食。正しくはボア動画って言うんだけど、YouTube にあるボア動画は適当に作ってもチャンネル登録者1000人とか言っている人多いから、私も適当にボア動画を作ってみたらどこまで行くかやってみたいの。そこから小石は週に1回動画を投稿した。毎日1人から3人のペースでチャンネル登録者が増え始めた。6ヶ月でチャンネル登録者が750人を超えた。小石は日本より海外の方がボアは人気があるからと、英語で動画を投稿した。小石は英語ができないが、辞書と Google 翻訳を使い倒して自分で英語を変えた。かっこいい、と評判のある動画ができた。ボアってかっこいいジャンルだっけ？それに対して、小石曰く。ルギアのキャラを崩さず作っておりますので、このコメントは当たり前ですぞ。いや、なんで口調がムックなの？それより、お姉ちゃん見てみて。な、何このコメント。私のファンからのコメントよ。そうじゃなくて、個人情報が書かれているじゃない？ネット上に危険を冒してまで私とリア友になりたいってことね。いいから、早くそのコメントを削除してあげなさい。もう削除しているよ。これはスクショで撮って保存しているものだよ。でも私のリアルネーム聞いているからちょっと顔出して、挨拶するわ。ここまで個人情報さらしているのに無視するのかわいそうだもん。あと、ネットで個人情報さらしちゃダメって注意しないと。と言って、小石は本当に挨拶をした。顔出しして、自分の個人情報をさらして、自分の個人情報ネットでさらけ出しちゃダメだと言った。説得力がなかった。その後、小石は自分の動画チャンネルに時々顔を出して、自分のファンとやりとりをするようになった。MMD 楽しい。その後、小石は絵を描くのがめんどくさくなり、MMD で動画を作るようになった。お姉ちゃん、見てみて。そんなある日、小石の作った動画の再生回数が急に伸び始めた。おそらく YouTube のアルゴリズムにうまく乗ったのだろう。お姉ちゃん、これも見てみて。時期を同じくして、ピクシブの百科事典のボアに関して書かれている記事の閲覧数が、小石の動画の再生回数が増えた日を境に増えていた。これは小石の動画が影響しているのだろうか。いいこと考えた。日本でルギアの捕食動画が流行れば嬉しいから、ニコニコにも動画投稿するわ。そうしないとニコニコが潰れる気がする。そんなわけで小石は、日本でルギアの捕食動画を流行らせる目標と、ニコニコ動画を貢献する目的でニコニコに捕食動画を投稿することに至った。まずはルギアに大妖精でも食べさせよう。注意。この動画は過去にニコニコ動画に投稿した動画を用つべように作り直してます。